こんばんは。ちょっと抜け殻みたいな、ね、疲れた疲れたげっそりしてる、げっそり、ね、人生とかね、そういうもんじゃなくてね、うんうん、人として疲れた。いや顔が疲れてるもん、あのムッチムチだった頃と比べたいですね、顔が。星谷さんが半年ぐらい前顔ムッチムチだったのに。そう、ちょうどね1年だから、7、8ヶ月前の放送を見てもらうと、うん、ムッチムチだったと思う。そう、ムッチムチ、そうそう、ねえ、あれがね、だったのにね。サーバーがぶっ飛びやばやばやばい、もうレロレロだ、もう下も回らない。サーバーがぶっ飛んでね、うん、コンタクト変えた、コンタクト変えました、やった、なんかあの、うん、コンタクトがなくなって急いでその辺で買ったやつ、やった、カラコン、だから黒目がちょっとでかすぎてあれなんですけど、また闇の力が強まってる。これ違いますよ、なんかすごい可愛い名前だった、なんかショコラなんちゃらみたいな、キュートショコラみたいな、なんか要は忘れたな。で、あれでしょ、ちっちゃくカッコして闇属性って書いて、闇属性じゃない、どっちかっていうとなんか可愛いやつ。本当にね、今日の服も服みたいですかね、どう思う、ね、みんなほら、ここの裾が可愛いんだよ。何このね、何をしたいの、この裾、スカートの裾の形が可愛いんだ。はい、落ち着いてください、落ち着いて、あのね、見せられないな、えい、あ、こう、あ、なんかほらほら、なんかさ、こういうなんかちょっとランダムな切り口。放送前にあなたなんて言った、ピロピロピロ、キキみたいでしょ、キキみたいな、そう、ほらほら、でも文字徳みたいで、ほら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 、コメントあるじゃない、未亡人。いや、もうね、あの放送中は言わないでおこうと思ったんだけど、うんうん、そんな大きなキキいない。いるもん、いるもんじゃない、いるもん、キキはいます。おっさんのサーバーの話も聞いてくれよ。おっさんのサーバーの話聞きましょう。こんなことよりね、いや、あのね、サーバーが飛んだっていうだけ。で、大変でしたね。そう、復旧でね、うんうん、復旧でもうえらい苦労して、結局復旧までどれくらいかかったんですか。ね、あのダウンしててもう完全に触れない状態が2日ぐらいあったのよ。あのね、金曜に、ね、7分後に、うん、あのサーバー全部止めるよっていうのが来て、キャー、何もできない何もできないって言って、で月曜の朝9時に開ける予定だよって言って、月曜の朝の9時になっても開かないから、うん、延長戦だよって言われて、もうね、ひっくり返ったよ。うわ、大変でしたね。本当だよ、もう。でさ、新しいサーバーを探してさ、なんとかそっちの方に乗り換えようと思ったんだけど、うん、あのもう忘れてるわけよ、サーバーのことなんか。まあそうですよね。そう、もうやらなくなって10年以上、うんうんうん、でもうさ、慌ててもう知識をリフレッシュして、うんうん、でなんとか対応したのが昨日の深夜。深夜しかも。そう、あのだって夜やんないと、うん、ほら、いろんなメールだとかの受信だとかに問題が起きたらダメでしょ。まあ、そっか、うん、うわ、大変ですね。でね、死にかけた。死にかけた。そう。そう、それでこのやつれ具合ですよ、皆様。三途の川の向こうで、うん、ばあちゃんが、もういいからおいで。もういいからおいで。どん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 なんかこっちに呼ぶ力が強くなってる。そう。やめてやめて、行かないで、行かないで。いつか渡るという、ね。渡らないで、まだ。いやいや、あと、向こう30年はね。自分でサーバーでしょ。そうなのよ、昔作ったのよ。したら嫁に怒られてね。なんでですか。よく落ちるし、よく止まるし。それは、うん、それはね、大変です。しょうがないですね、うん、あとね、今アクセス多分あのさばききれないと思うんだ。へ、自宅に置いたら。あ、そっか、うん、そっか。サーバー作るのはね、そんな難しいことじゃないんだけど、うん、アクセスをね、あのさばききれないとまたそれで怒られるんで俺が。うーん、なるほど、まあそんな感じでございますけれどもですね、はい、運命の準々決勝か、あ、ワールドカップありました。はい、ムッコ、はい、ムッコの予想はどこでしたでしょう。私はクロアチアでした。嘘つけ。私はクロアチアが勝つと思ったんだよな。イングランドと言ったでしょ、あなたは。はい、イングランド敗退。負けた、はい。私が予想したロシアもですね、敗退。で、ですね、めでたくですね、クロアチア VS ですね、うん、どこだ、フランスか。フランスの、決勝ということになりました、ね。国旗似てる対決ですね。本当に、うん、国旗色似てる対決になりました。縦横で全然違うじゃん。いや、一緒、配色は一緒ですよ、うん、もう。ということでですね、またクロアチアはちなみにどこの国か分かりますか。クロアチアはクロアチアだよ。
ヨーロッパ？ヨーロッパですよ。あ、ヨーロッパか。なるほど。やめてください、私アップするのは。いや、やめてください。で、とりあえずですね、はい、あの変なおっさんがあのそこはちょっとコロッと忘れたらしいんで、うん、今回罰ゲームないんだけど、やった。多分ね、なんかあると思う。怖い怖い。嫌な予感しかしない。え、決勝はちなみにいつなんですか？決勝はね、15日だそうです。15日は24時。ほう、うん、ということで、ね、無理だな、はい、寝ちゃう。14日の23時がですね、3位決定戦ですね。うん、はい、おめでとう。ということでございましてですね、週刊のスパ TV 第96回はい、96回、はい、ということでですね、着々と100回が近づいた。あと1ヶ月で、あとね、来ますね。すごい、誰が来るんだろう、うん、誰が来るんだろう、ね、まだ決まってないそうです。本当に決まってもうさ、1ヶ月後なんだから、そろそろなんとかしようよみんな誰がいい、誰がいい、誰がいい、無理は言わないでね、無理は言わないでね、はい、ではでは、はい、特化情報いきましょう。はい、ポポン、今週の特化情報まずはこちら、ドーン、はい、パリットの SATA 3 SSD 240GB、 こちら税込み7480円です。もう何度でも言おう、うん、安っ安っ安っ。しかも240ギガがついに黄色特価に来ましたね。お隣を見ても同じこと言います私、うん、はい、安っ。東芝の内蔵ハードディスク8テラで19,980円、かっこ税込み20円お釣り来るぞ。お釣り来るよ。本当だよ、もう8テラだよ、8テラ、うん、もうね、何、使い切れるんですかっていうね。8テラ使い切れる、切れます、うん、切れる、切れる。動画やってるとね、使い切れる。動画か、そうそう、そっか、やっぱ動画は開くんですね。あね、8テラでもね、お父さんデータでもやっぱり埋まるのは難しい、さすがに。そうそう、お父さんデータは難しいんだけど、動画やってると埋まる。最近お父さん何でもないです。次行きましょう。はい、はい、飛ばしちゃった私。あれ、ページ反対っこになってる。はい、はい、これです。 BenQ の24インチゲーミングモニター、税込み 22,140 円です。これスペックもいいし、まあ BenQ ですからね、もうクオリティだとかもバッチリです。で、ですね、24インチって大きさがいいっすよね、これね、うんうん、ゲームにもですね、あのぴったりだし、ビジネスで使っても OK だし、あの大きすぎると全体が目で追えないですからね。そうそう、画面のね、ゲーミングモニターってビジネスに向かないんじゃないのって勘違いしてる人いるんですけど、うん、要するにあの PC 系はハイエンドなものっていうのは要するにオールラウンダーなんですよ、うん、だからゲーミング PC も実はビジネスとかで使っても快適になる、うんうん、ということがあるので、ちょっとあの覚えておいていただきたい。お、TN 液晶ってことはやっぱりゲーミングだな、やっぱりな、ね、リフレッシュレートおいくつなの、うん、これって1ミリセックのことでしょ。そうです、そうです、そうです、1ミリセックでございますよ、はい、はい、そしてこちらエナーマックスのフロントオールメッシュ、メッシュミドルタワー PC ケースです。こちら税込み2980円。安こんな安かったっけ、これ前からありましたけど。あったけどね、メッシュはそんなにお高くないのかな。一台組んだな俺も。あ、本当ですか、うん、あのね、非常にね、いいケース、うん、ま、値段がね、これだから、うん、なんていうの、後悔なく使えるよ。うん、うん、確かに涼しそう、はい、あ、ムッコ1号のケースか、それで覚えてたのか。あれ、これムッコ1号このケースだったんですっけ。フロントオールメッシュとかでしたっけ、名前変わったのか。ずっこり忘れとるね、ずっこり、すっぽり忘れとる、ね、うん、はい、ポンポンでございます。ということで、あそこでカンペを書いてる人がいてね、気になってしょうがない。まあ大丈夫、本当だ問題ない、はい、じゃあ次行きましょう。はい、はい、パリットの GTX1060GB ビデオカード、税込み 36,980円です。今ムッコの頭の中では60は 16 かな、 60 かなっていうのがですね、こう違うんですよね。やっぱ私6と7の違いが瞬時に出てこないんですよ。いや、これもね、理解してもらえないんですけど、私子音が一緒だと区別がつかなくなるんですよ、日本語以外は。日本語は分かるんですけど、6と7、まあこの話はやめましょうか。そうだね、ちょっと危ない方向に行く可能性。アップしないで、バカなこと言ってる時アップにしないで。36,980円、はい、ということですね、お安いですね、いい感じです。はい、うん、お隣、はい、お隣、インテルの M.2SSD 256GB、 こちら税込み9,990円です。 TLC ですけどね、うん、あのインテルブランドっていうことでですね、うん、なかなかいい感じ。9,990円ということは1万円札でお釣りが来るとやったいうことですね、はい、あ、はい、ドスワン今週はアップしますよ。やった、はい、そしてお次がこちら、アンテックの80プラスブロンズ 550W 電源、こちら税込み5,300円です。
こう気軽に使える値段だと思います ね、 ねあのいい感じだと思います。そうそう、まあ、何でも言ってるけどアンテックっていうと本体ケースの方が有名だけど、本体ケースやってるところはね大抵電源もやるんですよ、うんうんうん、で、やっぱりねそこら辺で手を抜くと本体ケースの方にまで影響するんで、うん、結構 手抜かずでいきますんで。そうですよ、はい、バリバリですよ、うん、ブロンコではないよ、ブロンズだよ、ブロンコビリー、はい、ステーキだね、はいはい、お隣がガンディアス、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 マウス、うん、マウスパッド、ヘッドセット、ゲーミング3点セットで3000円です。後で言った方がいいよ、あれがなかったって、あのキャプションがなかったってカンペがない、カンペがない、カンペがガンディアス、ガンディアス、はい、うん、でこれは要するにマウス、マウスパッド、ヘッドセット、要するにこれ買ったらあれだ、あのゲームパッとやろうぜみたいな、そういう雰囲気なんだろうね。いや ね、 ね、でもすごいですね、だってゲーミングってことはゲーミングマウスとゲーミングヘッドヘッドセットがついて3000円って何、うん、意味が分かんないぐらい安いですけど、すごいよね。アルテミス E1 3E1 コンボっていう感じですけどもね、これあれだよね、入門としてはバッチリじゃない、本当ですよね。なんか友達と一緒にやりたいからとりあえず、うん、ね、なんかよく分かんないし、まあ、これだけ買っとけばできるっていうね1個1000円ってあなたマウスパッドで1000円っちゅうふりはないでしょ、ね、そう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 はい、ということでこれちょっと入門用にいいと思いますね。いいと思います、はい、はい、そして最後はこちら、店舗限定、週末3連休限定、ゴールド電源がお買い得ということでですね、これドスパラとエナーマックスの共同開発の80プラスゴールドの電源が安いんです。これ 550W が8081円、 650W が10834円、そして 750W が12000円。すごいね、はい、ここで問題です。はい、7月20、16日は、何の祝日でしょう。海の日。やった、がっかりだよ私最近カレンダーアプリっていうのを使い始めたんですよ今日は何の日って出る、今日は何の日って出るんです。質屋の日ってのがこの間あった。へえ、知らなかった。4月8日。あ、そういうことですか。納豆の日は知ってたんだけどなまあ、ね、納豆食べたよ思わず。いやいや、ということでですね、週末限定なんですけれども、3連休なんですね、うん、で7月16日月曜日祝日までやっております、うん、はい、ということでですね、これはですね起動時にですねファンが逆回転してホコリがたまりづらくなるというですね、ラストフリーか違うか、まあいいや、あのそういうですね機能が載っているなかなかいい電源でございますので、ぜひ注目してみてください。はい、というわけで今週の特化情報のコーナーでした。続いていきましょう、今週のランキング情報ポン。はい、まずインテル CPU、 今週も Core i7-8700K ボックスがランキング1位。ド定番なので、言うことが何もありませんね。ランキングも変わっておりません、うん、安定感がね。 8086K はやっぱりここには来ないだろうな、やっぱりな、値段がなちょっとあれなんで、まあ、これが動くときっていうのがちょっと楽しみですよね。本当ですね。今後1位があるか、はい、まあ、一時期巷を賑わしてた頃はバンバン変動して面白かったですけどね。そうそう、あれはあれで、まあね、あのあれも面白かった、確かに。あとね、うん、新しいのやっぱり出ますんで、いずれ、あのいつとは言えないし、型番も言うとですね、あの NDA というやつに引っかかる可能性があるので、うん、言えないんですよ、うん、まあ、あの出ますんで、多分コメントで流れると思いますけどはい、はい、ということです。じゃあ次は AMD CPU です。今週も Ryzen 7 2700X ボックスがランキング1位です。これがね、まあスレッドリッパーはさすがにお高いんでここに入ってくることないと思うんですけど、あのスレッドリッパー2の、情報がどんどん 出始めたんですよ。あら、うん、今どこまで出てるんですか。ね、発売日がもう出たんだよね、確かね。え、そうなんだ。そうだよね、確かね。いついつ、いつ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 、来月だと思って、確か8月ですか。8月、8月、あら、うん、あっという間ですね。32コアだからね。お、32コアもあるんですか。32コア、64スレット。わお、何に使うんだ。もう今から死ねベンチを見るのが楽しみっていうブルンって、本当だよね、全部プルンって表示されるんじゃないですか、うん、あ、ちょうど KTU が話をしてるだって。あ、本当ですか、うん、じゃあ詳しくは KTU に聞いてください確かに詳しい方そっちに任せるんですね、はい、他番組への誘導ってそんな番組あるかい、うん、ここにありますはい、じゃあ次は SSD、 今週もポリトの 120GB がランキング1位です。今おならした。違います。あ、また違う、ね、美佐子おならしない。あ、そう、びっくりしたいやいや、これはですね、120の足にブってなっただけ。120ギガが一番安いのはですね、うん、安いからだよ。安いからだよ。本当にね。そう、
でもね、2位はね500ギガ、500ギガでこの値段だったら買うわそれ本当ですよねすっごい投げやりに聞こえるだろうけど、うん、本当にそういう気持ちある、うん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 、ちなみに今日の一番特価のやつは240で7480だから、これもめちゃめちゃ安いですよね。そうだよね。うーわー、これ今度来週1位に来るかな。あ、でも3位、そう、3位が安すぎません、うん、で、まあこれはプラスデーだからね。あ、そっかそっか、そう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 、プラスデーだからね、うん、あれなんですけどね、すごいですよ。でもそれでも安いし、これまたなんかどんどん上がってきそう、来週も。まあね、きそうですね、うん、あの結局のところ容量単価が落ちてきたら、こうどん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 その上位のやつっていうのは、容量大きくなってくるんですよ、値段で。これぐらいまで出る、あ、これぐらいの予算で一番大きなの買おうってみんな思うんで、うんうんうん、なんでね、240ギガとかね、どん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 上がってくると思いますよ。で、逆に120ギガとかがもう少なくなってくる。出た、なんだっけ、 MMORPG だっけ、 MMORPG、はいはいはい、なんだっけ、あの著作音とかのやつ、あ、RS、じゃあ SM、ASMR です。ASMR ね。そうそう。あ、そっか、うん。ドスパラさんでバイノーラルマイク作りましょうよ。それで ASMR 放送でキーボードの音カチャカチャやるやつとかやりましょうよ。どうですか皆さん。え、いるんですよそういうの好きな人、本当に。本当本当。本当に。全然理解してない顔してる。あの匂いフェチとかと近いのかな。うん、あ、近いです。あ、なるほどね。多分ね、うん、そうそう、なんかね、耳から入ってくる音フェチの人いるんだよね。キーボード音フェチもあるんですよ、本当に。だからマウスのクリック音とかもやりましょうよと。KT はそうなんじゃないの、多分。あ、そうかもしれないですね、うん。あの人キーボード大好きだから。うん、やりましょう。私もキーボードも作ってみたい。はい。はい、次はハードディスク。やった。今週も東芝の2テラハードディスクが1位です。これやっぱりあのランキングに入ってくるのは、うんうん、あのやっぱり8テラとかではないんだね、やっぱりね、うんうん、8テラも入ってくることあるんだけど、うんうん、まあ、あの2、4、3だからね、うん、東芝、シーゲート、東芝、ね、2、4、3ときましたね、ここはね、1テラがついに消えた。いや、でもあれだよね、本当4テラとかさ、これで買って、あのナス作るってやっぱりいいと思いますよ。ナス作ってね、ローカルって自分の PC のことね、ローカルにはなるべくデータ置かないようにする、ね、怖いですからね、うん、本当にね、まあ、そんな感じ。私もドスワンのデータ消えたらって思うとはーってなる。そう、何のバックアップも今取ってない。ちゃんとバックアップしてくださいよ、本当にバックアップ大事。やべえ本当に。今回もそれね、サーバー飛んでね、痛感した。本当ですよね、うん、そういうもう怒ると痛感しますよね事件が。あのね、ウェブのデータが40ギガぐらいある、あのちょっとパートがあったのよ、うんうん、でそれで止まって何にもできなくなったの、本当に、うん、でこれで開かなかったらどうしよう、開かなかったらどうしよう、いや、なりますよね、本当に胃が痛くなった、久々に。怖すぎ。エロ動画じゃないよ。あ、うん、水ナスの天ぷら美味しいよね今日食べたナスの天ぷら、はい、よかったね、うん、はい、はい、メモリー、今週もコルセアの DDR4-2666 の 8GB 2枚組がランキング1位です、うん、もうあれ消えましたね、2400。そうだね、うん、でもあ、そうだね、今回は消えてるね、うん、2位が3600で3位が、3200っていうことで、うん、でもこの2位のさ、 G スキルのさ、これ3600安すぎだよね、これね。本当ですよね、うん、上と比べちゃうとちょっとおーおーおーってなりますね。これさ、あれだよね、多分なんていうの、ノーマークだったんじゃない、みんな1位にならなかったのは。あ、そういうことですか、うん、だからさ、これまあ、あの 税別だけど19,399円で、2666、8ギガ2枚だったら、うん、絶対下のさ、2万352円の3600の2枚組を買うよね、やっぱりね。いや、そうですよね、うん、これね、まだ高いってね、うん、皆さんおっしゃってるけどね、もうちょっとかかると思う、多分安くなるのは。そう、メモリ不足な上に、今円安に実はなってるんですよ。円安になってるんだけど、それがね、こう影響が出てくるのはね、まだ先なんですよ。あ、そっか。そう、しばらく先なんですね、為替っていうのは。流通のあれがありますもんね。そうなんですよね。ちなみに2600、うん、違う、ね、3600だと、うん、なんかあのメモリの互換性的にちょっと使ってるマザーボードと合わないみたいなの
がある可能性は？あのね、それはね、やっぱり、マザーボードメーカーもしくはメモリメーカーの互換表っていうのを確認してから買った方がいい、うん、実際には。うん、でただだけど、そんなに要するになんていうの、相性があるものは2位に来ない。ああ、うん、なるほど。そう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 。で、別に3600で使わなくてもいいのよ。遅いスピード使ってもいい。なるほど、うん、とか調整すればいいんですね。そう、あのそういうのもあるんで。あ、そうだ、うん、あれだ、これも触れなきゃ。どれどれ。あ、だから3位、光るメモリだこれ。おお、そうですよ。そう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 、ありますよ、うん、今ね、コメントに救われたそう、これもやっぱ面白い。あ、光るからあれなんだ、あの3200なのに、2位よりあの、ね、高いんだ。そこはね、もう光る分だけいいお値段になってますよ、うん、ね、はい、はい、ということで、あのメモリのランキングが面白くなってますね、うん、はい、じゃあ次はマザポー。はい、今週も ASUS の ROG Strix Z370F ゲーミングがランキング1位です。やっぱりベストセラーになりましたよ、ね、なりましたね、もうこいつはね。今回光るサムネさんがいないね。本当だ、MSI、赤みが足りないですね、赤みが足りないですねで、もうあの2位3位はですね、コスパ、うん、コスパだったらアスロック任せろでですね、はい、アスロックさん来ましたよ、6700、安っ、まあ、マイクロ ATX といえども、でも M.2 入るやつですからね。そうそうそう、 M.2 入る上にですね、LGA1151 ですから、うん、素晴らしいですよ。いいと思いますよ。い、はい、じゃあ次ビデオカード最後いきましょう。はい、今週もパリットの GTX1050Ti4GB がランキング1位です。これ2位は何が起きたんかね、これね。なんかたまにこの子ポンってきますよね。あのね、ビデオカードって実は、うん、あの要するにゲームってやっぱり我々も思っちゃうんだけど、ね、そうじゃなくて、そのまあもうちょっとね、あの要するに CPU 内蔵のグラフィックを強化したいとかっていう人もどうしたの目がシパシパする。どうした、何があったの、そんなに俺が臭いの。違いますよ、あ、そう、目に染みる匂い。無じゃねえよ、本当にもう。でグラフィックを強化したいとか、画面をいっぱい出力したいとかっていう用途でも実は使うんですね。ああ、なるほどね。あとは CPU ががっつり速いんだけど、その CPU にあのビデオ機能がなくて、別にゲームをしないからとりあえず出力できればいいっていう人も指す。うん、なるほどなるほど。ということでですね、いろいろ使い道もあるんでですね、まあ、でもこのお値段ってどうなんですかね。何か、この値段だったらもうゲームもできるし1050買っちゃえよって思っちゃうんですけど、どうそれはありだと思いますよ。そうですよね。そう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 、だから例えば研究室とかで使う、もうメモリがさ128GB とか入ってて、うん、ジオンが2個入ってるやつとかで、うんうん、あの 1050Ti 入れて、うんうん、あの PUBG をグラフィックを中にしてやる。あ、なるほどなるほど。そうそうそう、それならいける。面白いかもしれないですね、うんうんうん、はいはい、というわけで今週のランキング情報のコーナーでございました。続いては店舗通販ニュース。はい、ここまたね、今日も何か新着情報が来ましたよ。すごいね。 e スポーツを日本の新しい文化に、第1回全国高校 e スポーツ選手権を開催ということで、現存する日本最古の新聞社として146年の歴史の中で、様々なスポーツ、数々のスポーツ、芸術、文化の普及、発展を支えてきた毎日新聞社と PC ショップドスパラを展開し、いち早くゲーミング PC ブランドを立ち上げ、日本の PC ゲーマーを支えてきたサードウェーブが、全世界で巻き起こっている e スポーツのムーブメントを日本にも広く浸透し、新時代を象徴する新しい文化として育み発展させていくために共同プロジェクトをスタートしますということです。その第1弾が今年度開催する第1回全国 e スポーツ高校選手権です。この大会をきっかけに e スポーツを楽しむ仲間が集まり、同好会や部活動を作って活動する高校生が増え、日本の新しい文化として定着発展していくことに期待しています。どうしたんですか、急に使命感が。いや、なんかやっぱり高校って書いてあるから野球みたいに読もうって熱くなっちゃったな、高校野球のイメージ。その昔ね、あの日本でね、最北端にあるね、うん、あの漫画研究会を作ったことがある高校で漫画研究会いいな。そうそうそう、漫画同好会かな。で漫画読むだけの部活でしょ。いや、あのそうでもなかったんだけど、うん、ちゃんとあれだったんだけど、ちゃんとないんですね。でね、実はその私がいた高校から、日本でもですね、かなり有名な漫画家さんがあの出たんですよ。ちょっとここではお名前を言わないんですけど、で、あの漫画研究会が元になって、あのあれしたんだ、あの、うん、ああいう漫画家さん、有名な漫画家さんができたんだって言って喜んでいて、うん、実は、その子の親
世代が、その漫画家さんの親世代が俺の同級生だね。で前にね会った時に聞いてみたの、うん、あれ漫画研究会とかって言ったら全然関係ないっちゃう。すっごい全く関係なかった。悲しい。そうということでございまして、今はもう高校もありません、はい、統廃合で。悲しい。時代は流れていくものですね。そう。うちの小学校まだあるかな。ね、本当に。うちの高校もまだ売り坊がお母さんと一緒にゴミ漁りに来てるかな。やった。あのね、懐かしくてね、北海道に帰った時にバイク出してて、うんうん、行ってみたらね、うん、あの建物すらなかった。悲しい。超空き地になってた。悲しすぎる。本当にね。うわ、なんか次の建物も建ってないんですか別に。まああのね、俺が見た時はさらっちゃった。あら。あのあれですよ。冬越冬するためにね、裏にある山に、あの向かうテントウムシ10万匹ぐらいが集まる。あのあれが。目大丈夫？ちょっともしあれだったらはけてあれしてくれば。平気で巡るし、巡るしだか。巡りすぎよ。いい話だな。もう入れる。本当にもうびっくりしたよ。あの生配信中に目薬を入れた人初めて見た私は。2階から目薬です。もう本当に泣かないで。あまりにね、うん、やっぱ母校がなくなるのは寂しいですね。そうですか。はい、はいはい、じゃあ、はい、行きましょう。はい、皆さん限定、はい、用意お願いします。はい、用意お願いします。はい、はい、ドスパラ大決算セール開催中、アプリでチェックインすると通常10ポイントのところを当日使える100ポイントをプレゼント。これもやっぱりあれだよね、あの3日ですよね。3日です。はい、14日から16日月曜日までなんで、うん、はい、ということで100倍の弾幕ありがとうございます。ありがとうございます。本当に目が怖いって、うん、最近もねこれ定番化しようと思ってるのが私も。あら、そう、いやー、いいですね。もうそういうコーナー作りましょう。100倍のコーナー、はい、100倍のコーナー、はい、はい、はい、みんな今週はね3連休だから3日間あるよ、うん、3回電池変えます。3回電池変えます、ね、いやそんなに電池変わんでもええよ。なんか別のも買ってよ。備えてくれ。緊急時に備えて電池をいっぱい買ってくれ。村井レサコに100倍ってクイズダービーだね。何何、同世代大橋巨泉のクイズダービー。大橋巨泉さんがやったやつ。原平に。ちょっと今度詳しく聞きましょう。はいはい、じゃあ、はい、次。これちょっと新しいよ。e スポーツやろうぜということで、キャンペーン期間中、対象の製品、ゲーミングパソコン、ゲーミングデバイスなどをご購入いただいたお客様に最大1万円分のドスパラポイントをプレゼント。登録は簡単。エントリーフォームで会員番号を入力するだけ。キャンペーンに参加してお得にドスパラポイントをゲットしようということで、キャンペーン詳細は明日7月13日金曜日、店舗ホームページで案内しますということで、明日からね、今月いっぱい火曜日までやってますね、うん、やってるね。これはあれなんだね、プレゼントなんですね。プレゼントだそうですよ。で、あの、まあ、多分抽選ということになるんでしょうけど、抽選なんか買ったらもらえるのかな。最大もらえるんじゃないですか。もらえるのかな。抽選なの、これはどうなんだろ う, どうなの。あ、まあでも詳細は明日ですから。詳細は明日、そうそうそ う, そ う, そ う, そう内緒よ。楽しみにしておいてください。いろいろ想像膨らませてください。キューバね、ふっと思ったんだけど、うん、ゲームパソコンガレリアを買った人と、あの、要するに1万5000以上の中古ビデオカードを買った人が同じ条件ってことはないだろうっていう、うん、頭。そうですよね。そうだよね、やっぱりね、うん、なんかどうなんだろう。詳しくは、まあ、詳しくは明日。はい、はい、じゃあ次、アスロック対象マザーボードプラスインテル CPU 同時購入がお得。同時購入で最大2000円お値引きしますっていうやつです。これがついに今週、違う、今週じゃない、来週の月曜日まで、月曜日まで、はい、この3連休までです。あとはあれですね、ナンバ札幌店を除くというのが復活しております。出た、はい、覗かれております。お気をつけください。はい、じゃあ次はこちら、3連休とか3日間限定で対象 CPU プラスマザーボードどれでも同時購入がお得。同時購入で3000円お値引きします。さっきのと使うと5000円同時、5000円最大値引きになります。最大5000円ですね。そう、はい、でこれもあれなんですね、16日の月曜日までなんですね。そうなんですよ、はい、ということでですね、ぜひですね、皆さんこれをあの機会に5000円引きなんで、そう、最後の機会ですよ、うん、ゲッチュしてください。ライゼンもう出てくるよ。そうよ、はい、はい、じゃあ次はこちら、はい、来た、はい、アスロック対象マザーボードプラスライゼン CPU 同時購入がお得。同時購入で最大5000円お値引きいたしますということで、まあ5000円値引きになるのはこの X470 タイチアルティメットってやつですね。そうですね、このマザーボードが最大
対象、あと太一もね、はい、そうですね、 X470 太一も対象ですけれども、はい、まあ、あのぶっちゃけた話をするとですね、高いの買ってっていう、そう、そう、そういうことです。これは、7月16日、月曜日までですね、やっぱりね、うん、はい、難波札幌店を除く、復活しております。これなぜなんでしょうね。これはライゼン CPU は何でもいいと思いますよ、これ。ライゼンだったら OK。OK。はい。はい。じゃあ次。あー、みんな分かった今何が変わったか。ASUS の対象マザーボードプラスライゼン CPU 同時購入がお得。こちらは同時購入で3000円お値引きいたしますというわけなんですよ。これあの日付も違うんでね、あの気をつけてください。こちらはですね7月22日までです、うん、はい、ということで、これは最大5000円引きにならない？これは3000円引きですね。そうなんですね、はい、同時購入で3000円引きです。お気をつけなはれや、はい、22日日曜日までです、ということですね。はい、じゃあ次はこちら、大計算セール、エナーマックス製 PC ケースと電源を同時購入で最大1000円引き、うん、そう、同時購入電源がエナーマックス製以外だと500円引きです。えへん虫ごめんね。というわけで今月末7月31日火曜日までです。みんなね、エナーマックスだと私とお揃いです。エナーマックスさんは強くて強くて大きくてかっこよくてシンプルで冷えていいです。じゃあ次、はい、来ました、皆さん来ましたね、来ました、待ってる人もいたと思います、はい、ドスパラオリジナル金箔仕様のエナーマックスとイクイネンスの共同開発静音ミドルタワー PC ケース。こちらお嬢さん、お嬢さん、はい、エナーマックスのイクイネンス、あ、間違えちゃった、そうそうそう、イクイネンス社ではないです、はい、失礼しました、はい、エナーマックスさんのイクイネンスシリーズ、うん、みたいな感じのやつみたいな感じのやつこちら4ミリ圧の強化ガラスと高密度遮音素材を採用した静音仕様のミドルタワーケースです。最大420ミリまでのグラフィックカードを搭載できる高い拡張性や着脱式のハードディスクケージ、電源ボックス、ファンコントローラーの採用など自作パソコンユーザーに人気の機能を多数搭載していて、かつ金箔かつ金箔なんですよ。これよく企画通したな、これそれに驚いた俺。そう、ケース前面、右側面、上面を金箔加工、本場金沢の職人による完全手作業仕上げでございます。これね、完全受注生産で納期が2から3週間もうね、ポンポンポンって、あのポンポンポンってやるんでしょうね、うん、知ってます、金箔つけるやつ、すごいですよね、あれふわっと乗っけてポンポン、ふわってやって息ふふふって吐いてポンポコポンポンって、あのあの綿毛みたいなやつでポンポコポンって、めっちゃ薄いんだよね、あれね。そう、そう、取ってかん取ってかん叩いて、で、これがですね、なんとお値段10万円プラス税ということは非常に分かりやすい、10万8000円です、税込み、すごいですよ、すごいです。明日から本店で展示します。ということはみんな、どういうことか分かるね。今ここに本物がございます。パンパラパーン、見てみましょう、ね、私が手袋を履いてることが察してください。テレレレーン、テンテレレレーン、これね、テレレレーン、ぶつけたら殺すって言われてんの俺。でピッカーン、すごい、わー、そっちじゃないじゃないですか、いやいや見せたいの、ちょっとこっちがね、あの強化ガラスなんですよ。そうで、で、上パンパカパン、もう光ってる、ね、光に、あ、分かる、みんな屏風みたいな加工っていうか、こう屏風みたいなシワがある、ほら、すごい、ぶつけたら殺す、あの擦ったら殺す、どっちにしても殺すって言われる、これが10万円の PC ケースやで、これが多分1枚の金箔だったんだろうね、おそらくね、それがペタペタと貼られて、これがね、必殺職人じゃなくて、なんだっけ金沢の金沢のなんかそういう日本の職人さん、本場金沢のあれですよ、職人、そういう人たちがさ、こうこれつけてるところ動画で撮ってほしくないですか、わかりますか、ね、すごいよね、そういう番組あるじゃないですか、ローラットスクリューまで金、へー、本当だ、すごいよ、え、1、2、3面、そうです、そうです、すげーなー、ね、いや、すごいな、ほら、うわー、うわ
なんかコーティングがしてあるの？そうなんですよ、うん、これそうそうそう、ね、ここだから手袋を履いてなくても大丈夫ですよって言われたんだけど、そう実はね、ツンツンって触っても平気な加工はしてありますが、うん、大丈夫ですよって言われたんですけど、やっぱり手袋履いて出した方がそうなんかね高級感がトゥーンテレレレちょっと待ってちょっと待ってちょっと老眼に厳しいんで、あこれは違うわ、じゃんじゃ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 じゃん、これあれだね、電源スイッチもできればあれだよね、気にしてほしかったよね、でもすごいなこれ10万円あのね多分ね地里の一平さん買ってくれると思う、多分あ買ってくれるでしょうね、そうそうそう、こういうの目がないお願いします、本当だよ、もう多分あっちは終わってるかな、あ終わってるな、そうですね、うん、ここ開くんですかね、このてっぺんちょう、うん、ちょっと開けていいよ、いいですか、うん、おあすごい、あなるほど、あここが静音みたいな、うんうん、静音用のねマットみたいになってて、はい、こっちはメッシュですね、うん、なるほどね、はい、ちょっと涼やかにしたいときはここ開けてください、はい、はい、うん、挟まった挟まった仏壇と喪服って言われたちがわい、これ多分あれなんだよね、明日展示するんだよね、そう、これが明日、そう、ね、じゃあムッコに似たとり書きしてもらおうかな、わーキュ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 、そう、あのお父さんのめっちゃ高い車に、うんうん、あの石でパパ大好きっていたずら書きをして満面の笑み浮かべてる女の子の写真見たことあるけどもうムクって怖い、怖いよね、怖いよ、まあ、そんな感じでございまして、ここに置いといてもですね、あの私が落ち着かないんで返してます、はい、いやすごいな、やっぱ反射の仕方が金ですもんね、ほんとマジ金だよね、この照明を 100% 返してますもんね、パーってね、マジ金だよね、本当にすごいな、はい、これはいつまでっていうことはない、これはいつまでっていうことはない、でも、まあまあ、受注はいつもカナダの食品待ってますって感じなんですか、すごい、うんうんって言ってる、すごいすごい、カナダの職人さんのなんか作ってほしい PV みたいなやつ、想像以上に売れたらさ、うん、第2弾来るかもよ本当、そうですね、あ思い出した、何必殺仕事人じゃない、和風総本家だ、和風総本家みたいなのやってほしくないですか、これでこれでね、うん、うん、金沢の職人さんが一枚一枚金箔を貼るところをさ、なんか作ってほしい、意外と VTR ポップな人なのかもしれないよ、職人さんが金髪で、そうそう金髪で、あれヒップホップかなんかかけながら、俺金好きなんだよねって、ポン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 、全然韻を踏んでないよね本当にいやいや、まんな感じでございます、これは注目ですね、はい、はい、ぜひぜひ皆さんね注文お待ちしております、はい、はい、では次です、はい、次がこちら、ペルソナ5ザアニメーション×秋葉原アドマチップタイアップキャンペーン開催ということですね、あ、ザアニメーションだそうですペルソナ5ザアニメーション限定ポストカード期間中1000円過去税別以上の商品を購入された方へプレゼントいたします、必ず各店スタッフまでお申し付けください、うん、お申し付けくださらないとあげませんあれもったいないからね、これは何、ドロンジョ様が出てくるの違うかこれ違います、とりあえず今ちょっと一部の人がもうボーって怒りますよ、そうですか、はい、ムッコはアニメに出るのって聞くのは地雷です、やめてください、はい、ガンゲールオンライン、あこれ何、あのずっとこうなんて最新のアニメでやってるのかな、もしかしたら、あそうだと思いますね、うん、前ガンゲールオンラインだったでしょ、ね、そうですよね、うん、はい、はい、ということですね、ということで対象店舗がドスパラ秋葉原別館んあれですね、じゃあ、あのあっちの方ですね、あっちってどこよ、上海問屋とかが入ってる方ですね、あ、はいはいはい、うんうん、あびっくりした、はい、というわけでキャンペーン期間が7月10日火曜日から8月9日木曜日まででございます、そうペルソナシリーズってゲームなんだよね、確かに、そうですね、うん、うんうん、はい、トロンジョ様は出ません、はい、はい、じゃあ次行きましょう、はい、はい、というわけでドスポロ新商品情報です、はい、こちらレーザーのアビサスエッセンシャルダメージヘアって感じですねびっくりだわ、びっくりだわ、アビサスエッセンシャル、こちら左右対称ゲーミングマウス6480円プラス税、はい、ということでこれは、うん、もう見た方が早いかな、そう見た方が、あでも特徴特徴特徴行こう、ね、特徴特徴見ていきましょう、はい、はい、どうぞ、特徴その1、本物指向の 7200dpi 光学センサー、毎秒 5.6 メートルのトラッキング能力括弧 IPS を備え、いつでもピンポイントの角度と精度が得られます、はいはい、そして特徴その2、レーザークローマ対応のアンダーグローライティング、うん、マウス下側のアンダーグローライティングは操作するマウスを彩ります、
1680万色のオプションから最適な色のオプションが見つかります。レーザークローマ対応デバイスならどれでもデバイス間の色の同期で完璧な同調が可能です。はいはい、はい、そして特徴その3、左右どちらの手でも使えるエルゴノミックデザイン。ゲーミングマウスの長い伝統を受け継ぐこのマウスは左右どちらの手でも使えるエルゴノミックデザインのため、何時間も続く激しいゲームでも疲れることがありません。これさ、前にさ紹介したあの周りが光る、あのマウスパッド、あれだとかと合わせるとすっげーかっこいいんではなかろうかという。確かに、はい、本当ですね。す同期させてね、はいはい、同じ色とか。だからあれでしょ、レーザークローマでやればいいでしょ、やりましょうよ、はい、ということでちょっとまずは普通を、はい、違うでしょ、違うでしょ、これだ、ピンピピン、びっくりした、これです。もう ね村井さん、あの商品の出し方をさ、はい、あのもうちょっと研究しましょうよ。こちらが九段のレーザークローマ対応アビサスエッセンシャルでございます。はい、はい、どんどん出していきましょう。もうね、左利きの人も右利きの人も大丈夫。それはね、あのいいと思います。そう、左利きの人はね、なんかね、なんだよって思うことが多分多いと思いますので、そうそう、もうね、レーザーならどっちの手でも OK よっていう。俺ね、これがね実はちょっと好きでさ。どれですか？あのUSB コネクタレーザー色なんだよ ね。これかっこいいですよね、こだわり、レーザーさんの。今あの変なおっさんカメラに手当てたぞ大丈夫だからブレってなったのよ今。大丈夫ですか、はい、じゃあちょっと光らせてみましょうか。はい、これね、大きさはこのくらいです。私の手のひらくらい、手のひらより大きいかな。あ、光ってる、早速ピンクですね。これは多分あの何もコントロールしない状態でローテーションになると思います。うんうんうん、はい、で裏側パンパカパーン、おー光ってる。これがね、かっこいいんですよ。この置くとね、ちょっと薄暗いところだと、そう、薄暗いところだとちゃんとね、下がモヤモヤで幻想的に光るんでね、なんかちょっと強そう。強そう。強そう。いい感じだと思う。そう、ほらほらほら。いいね、いいね。うん。こういうね、ちょっとこうなんて隠れたおしゃれみたいにいいですよね、うん。こういう感じでですね。やっぱちょうどいいですよ、本当に。ちょうどいいね、なんかね、大きすぎも小さすぎも線。あ、このサイズ感いいな、うん、いいサイズ感で、しかもね、ボタンがねっすよ、シンプルなの、すごい一番シンプルなやつですね、うん、これ俺ちょっと使ってみようかな、あのシンプルなの好きなんですよ手がでかい、うるせえ、うるせえんだよ、ね、はい、いい感じです。うん、いい感じです。でも本当に使いやすい感じですし、レーザーさんのあの高性能マウスが6480円プラス税なのでいいですよね、こうお手に取りやすいお値段になってますよ。あれなんですよ、あのおっさん覚えきれないですよ、ボタンがいっぱいあるといや、わかります自分がどのボタンどこに設定したか忘れちゃうから、もうよりなんか、あ、ガチャガチャガチャ、いや、もういいや、キーボードでってなるサイドボタンもないないんですよ、そうそう、はい、というわけでですね、皆さんぜひぜひレーザーのアビサスエッセンシャル、はい、どうぞどうぞご購入ください、はい、じゃあ次、上海問屋のコーナー、はい、本当、はい、いきますよ、ドン、来た、はい、上海問屋可動式アルミ製スマホスタンド2台用ブラックシルバー1599円プラス税。皆さんスマホは当然2台持ちですよね。というわけで商品の詳しい情報を見ていきましょう。こちら2台並べて見やすい、角度と高さを無段階に調整可能、そしてどんな部屋にもマッチするデザイン、シルバーモデルも同時発売しております。もうね、当然2台持ってるこの世の中ですよ。スマートフォンは2台持ち、これが当たり前、タブレットも加えるとさらに良しというね。このイラストのチョイスがよくわかんないよねなんかすごい独特の風合いなイラストですね。そうなんですよ、はい、ということで、それももう私が自社だと私がどこの女よって言うからかな。いやいや、そういうことはないとはい、はい、あっ、でね、これね、箱ね、あのいい感じ の箱なんですけど、もしかしたら、中の袋で販売されることになるかもしれませんので、はい、いつもの上海どん屋袋です。こんな感じですね、はい、シルバーよ、はい、こんな感じですね。まあ、これとりあえず何やともあれ出してみることには、出してみましょう、どういうこっちゃねんという。でもこれね、すごいね、こうこのコンパクトな折りたたみ状態から、ガシャンウィーンガシャ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 
ドゥン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 。ああ、そっか。ドヨヨヨン。あ、こういう感じか。そう、こうなるんですよ。シルバーちょっと光っちゃいますけどね、あれなんですけどね。これね、わかった。わかりました？エウレカ。エウレカ。エウレカ7じゃないよ、とくけど。え？あの、上タブレット、下スマホだ。うん。っていう雰囲気がいいんじゃねえのって話。どうしてですか？なんとなく、だってさ、スマホって普通一人一台じゃん。え？2台持ってないんですけど、としえさん。2台持ってないよ、俺。私も。私もこれしか持ってない。あ、いやだからこ新着メッセージ来ちゃった。あ、そっかそっか。新着メッセージね。あ、大丈夫ね。はい、やばいもんではないね。うん。うん、で、こういう感じで2台置けちゃう。そう、広げられるから、大きいタブレットでもいけますね。そう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 。うん。うん、これ意外とあれだよね、しっかり支えてるね。上にスマホ置いて下にバッテリー置けるねっていう人もいますね。おお、なるほど。でもね、うんうん、結構ね、ここの曲がりがね、あれなんですよ。あの、そんなに幅がないんで、うんうん、ちょっとあのスマホ、あ、バッテリーは選ぶかもしれない。あ、かもしれないですね。ドゥルルン。いいね、これね。あの、これどうやって使おう、どういう使い方がいいですかね。上 YouTube、 下ニコ生。ああ、なるほど。ニコニコ。コメントと画質。そう。あとはなんだろうな。なんだろうな、うん、上でツイッター、下でフェイスブック。あー、なるほど、うん、いろいろある。考えようによってはいろいろある。そうですね、うん、あと上に何か資料を置く、うんうんうん、あと今あれじゃないですか、スマホで配信してもう一台で確認。あー、そういうのもある。配信モニターみたいな、うん、あとはだから、上にさ、なんていうの、あの、これ資料を置いて、うん、あの Bluetooth の、 あのキーボードつないで、おー、うん、いいですね、いいですね、それも、うん、意外となんか汎用性は高そうですね。1599円だし。そう。あと壊れなさそうな素材です、これはね。あとね、なんかね、なんか持ってるとね、いろいろ使い道あるかもしれない。意外とこれぺったんこになるから、どうやってやるんだっけ？こうだよ。トゥントゥントゥン、こうか？これ倒さないと、これ。こっちが先か？そう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 。あ、ほら、こんなにちっちゃくなるから、うん、軽いし、いいですよ、これ。この、こうなんだ？これ滑り止めかな。滑り止め、滑り止め。優しい肌触りをしております、うん、ただむっこさ、これにはね、ちょっとね、実用性を感じるんです。私、何ですか実用性を。実用性、例えばだからスマホ2台置きでも何でも、うん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 、なんかさ、全く実用性のないものが見たい。ありますからね、たまに。たまに、そうそう、丼屋さんにはありますからね。ありますからね。なんじゃこりゃみたいな。ぜひぜひね、そういうものをこうちょっと紹介させていただければなというふうに。確かにな、ネタ紹介コーナーみたいな時ありますからね。そう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 、これいいな、なんか使えそう。タブレットとスマホ大きい使いよ、私だったら。あ、そうですね、うん、私もでも確かにタブレット持ってるから、はい、いけそうっていうのを、放送前に言っていて、で、レートルックタブだったので、ぜひっていう話をしたら、今日は持ってきてませんっていう。さあ、今日は持ってきてないの。冷たいお言葉が、はい、来ましたけどもね。ごめんなさい。でも、画像見る限り置けてますからね、これね。ラズパイ2台置くっていうのはちょっとな。ラズパイ。イヤホンを仮置きできるっていうのがあるな。あ、なるほど。うん、なるほどね。お、なんか書いてる、なんか書いてる。あ、なんか書いてますね。悪口はそこまでだって書いてあるのかな。いやいや、なんか。担当者はすごくやりたがってるけど、ね、うん、要するに実用性皆無なものをやったね、お店としてはね。それ売れなかったら困るじゃん。確かに、私たちガハハって笑って終わりそうですもんね。そう、でも責任は取らんみたいな。我々はだってもうさ、ここでガハ笑ってるんだけど、担当者の人はさ、売れなかったらさ、実績だよそれ。本当ですよね。本当だよ。じゃあネタと面白いの、じゃあネタと違う、ちゃんと真面目なの、両方やりましょう。評価にかかってきますからね。鼻出そうになった。いやいや、3回に1回ぐらいはやりたいですね。でもね、いや、3回に1回多いですよ。多いか。5回に1回ぐらい。多いか。で、10回に1回ぐらい。やりてえ。いや、ぜひ。あ、100回記念ってさ、あれ何？レギュラーコーナーやるの？やるの？何も決まってない。すがすがしいな、この番組は。すがすがしいね、本当にね。いい番組だ。はい、ということでございましてですね、ぜひ、上海の屋の方、上海の担当者の方、頑張ってください。何のコーナーこれ。うまい。じゃあ最後の SNS のコーナー行きましょう。
はい、トスパラ SNS コーナー、まずは出演者ツイッターです。村井さんとトシヤさんがツイッターをやっておりますので、ぜひどしどしフォロー、フォロー&フォロー&フォローお願いします。ようやくあのサーバー事件が終わったんで私の方も復活できるっていうのを、ツイートしてますんでよろしくお願いいたします。はい、そしてはい、ドスパラ最新情報発信中、ツイッター、フェイスブック、ドスパラエクスプレス、そして週刊ドスパラ TV 動画配信ページの番組情報部分にリンクございますので、ぜひぜひ見てください。はい、お願いします。はい、そしてツイッターの店舗情報一覧こちら、パンパカパーン、お近くの店舗をぜひフォローお願いします。ということで最後の最後にあのお知らせが来ますよ。ドン、お願いします。ババン、チャーチャラー、次回予告というわけで、村井梨紗子の PC ゲーム道ドスパラ TV、 こちら放送日が7月22日日曜日を予定しています。内容はパリとスペシャル特番でスペシャルゲストとゲームを楽しもうということなんですけれども、 なんで終わったなのよ終わった終わったこれゲームは、うん、言っていいですか、これ、はい、デッドバイデイライトです。てててー、知ってる知ってる、みんな知ってる、デッドバイデイライトやります。誰とやるかっていうと、うん、野水伊織さん、そしてアニメプロジェクトから村井さんと、あと磯部恵子ちゃん、八木由紀ちゃん、山田夏実ちゃんがゲストとして来てくれます。わかる、でもみんな野水さんがキラー、そしてアニメチームがサバイバーとなり鬼に殺されます、それから逃げますというゲームになる予定でございますので、皆さんぜひぜひお楽しみに。しょうがない、おじさんも来なきゃいけないな、そうするとおじさん来てくださいよ。でもおじさん匂いだけ吸って帰る来るな、くんか、くんか、来るな、来るな、何、え、何、10代いない、10代いない10代いない、10代いないって、いやいや、みんな年齢非公開なんだから、そういうの言うのやめてください。あなた公開してんじゃん、私以外は、あなた公開、私以外はみんな非公開なんです。そうですよね、はい、本当に、はい、でも匂い、匂い、匂い吸いに来る、みんなね、いい匂いしますよ。そうでしょう、あ、すごい思う、本当にアニメの控え室めっちゃいい匂いしますからね。この間さ、どっかの、どっか の, あの人が、うんうん、あの女の子のいい匂いをついに解析したとか、なんとかネットで出てたあのバカだね、前も話したかもしれないけどさ、うんうん、あのなんていうの、女子の匂いを嗅ぎたいとか言って、うんうん、あのバカな友達が、うんうん、エイトホーっていう性感剤を買ってきてシュッてこうやって吹いたら、お、女子の匂いだ、女子の匂いだバカだな、バカでしたね、本当にね、バカだな、はい、本当に。で、次が、はい、出張ドスパラ TV ですね、はい、そしてそうそう、こちらも重要ですよ。出張ドスパラ TV がなんとドスパラ札幌店さんで行われます。イエイ、こちらが7月28日土曜日を予定しています。内容がインテル ASUS 自作特番ということで、こちらは公開収録を予定してますので、札幌の皆さん来てください。これ7月28日ってよく撮れたね、飛行機とか ね、夏の北海道のもうなんていうんですか、繁忙期に入ってる、そう、真っ盛りにもうほぼほぼ入ってますよこれ。いいですね、ということで初めて夏に北海道行くので楽しみです。じゃがいもいっぱい買って帰ろじゃがいも好きなんだ別に、まあまあそれはわかるけれども、わかるけど他にもいっぱいいろいろあるから、トウモロコシも買って帰ります。そうですか、あとあれ、ね、アスパラとかね、アスパラも買って帰ります、うん、そうですか、イエーイ、すごい、遊びに行くんじゃねえんだいやいや、お仕事ですから、あ、そう、お仕事に行くんだ、ですから、ごめんなさいね、はい、これね、はい、あとね、あれだよね、出張ドスパラ TV、 あともう一個ぐらいあの予定されてるらしいんです。そうなんですよ、まだまだ決定ではないのであれなんですけど、そう、皆さんね、夏をぜひご期待ください、はい、ということでございます。うんうんうん、はい、というわけでですね、今週の特集、特集じゃない、ちゃんとしたコーナーは終わりました。レギュラーコーナーは終わりましたね抜け殻のように、あの普段だとね、もうちょっとね演技するんだけど、演技をする余裕もない、うん、頑張って頑張って、僕ベゼリーって言い始めるんだけどベゼリーちゃん、そろそろ動かしてあげないとやばいな、俺がね、ほんとね疲れて、で、うん、ただですね、この子を入れたい、いやさむっこ入れた、入れたじゃないですか、はい、これを入れましたよね、うん、あの岡持ちくんに、デックリンクミニレコーダー 4K、こちらの方ですね、はい、まあいわゆるキャプチャーカードなんですけれども、うん、ブラックマジックデザインのやつなんですけど、これを岡持ちくんに入れました、はい、入れました。で結果どうなったかというとですね、こちらモニター、ね、モニターで分かんないよね、でやるとこう、あ、そっか、そうそう、こうなる、だからそうなんだ、また例によって例のごとくですね、あ、ハンディ、ひげちがひっくり返すの、ひっくり返すの、そう、力技、力技、こういう風に
なったの見てほしいんですよ。こっちもですね、これは OBS ですね。イエーイイエーイイエーイ、あ、見えない。もうちょっと私がこっちに来ればいいかな。いやいやいや、あ、違う。イエーイ、あれ、イエーイ、こういう感じだよ。何をしてるんだ君らは。ここだよ、そう、やった、ようやく来た。ピースピース、はい、いやいや、こういう感じになりました。すごいタイムラグがやっぱないんですよね、先週も言ったけどね。まあ、だってこれリアルタイムでほぼほぼやってることだから、すごいな。ここであなたタイムラグ発生したら大変だよ、配信とかは。本当ですよね、うん、まあね、あの、そんな感じでございましてですね、うん、できました、はい、で、どうすんのこれから。あとね、あ、朗報、あのね、アバメディアさんから 4K60p でですね、キャプチャーできるね、ボックスと、それからね、キャプチャーカードが出た。すごい出た。4K 怖っ。 4K あれですよ、 60p ですよ、見てほしくないな、 4K でぬるりぬるりと動くはあれですよ、毛穴まで全部バッチリみたいな。やめてー、そんな感じで。これで何、いや、 YouTuber への道行くの本当に。あ、ていうか YouTube 配信をね、そもそもね、うん、やるっていう話、うん、行くよ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 、来るよ。ムッコの毛穴見ないでください。そうですよね、けど3つ、面倒い面倒い面倒い、うん、あ、3つ同時配信ね。これであなたさ、こんだけさ、一つやめるニコ、ニコ生でさ、コメント拾わせてもらってさ、ニコ生止めたら大変だで、大炎上だで。どうなんだ、本当にどうするんだ。あ、委員長復活ってのもあるか。お、村井梨紗子半角スペース水着で騙された男、高橋俊。あ、やばい、もうお団子のポロリンポロリンポロリン。あなたも疲れてるんじゃないですか、もしかして。違います、技術がないんです。そうですか、うん、しかももうずっとね、一、うん、本ヘアピンが頭皮にずっとぶさ刺ってて痛いんです、頭。ブーって、はい、あれだね、あの、ほらって言ってかんざしを、あの、渡されて、うん、あんた嬉しいよとかって言って、あの、ザックって刺すやつだね。いや違う、それとはまた違うけど、違うけども。とりあえず、どういうタイミングでやるのよ。キリがいいから100回から YouTube。おお、なるほどなるほど。おお、なるほどなるほど。あと4回でおさらばよ。うん、今思いついたろ。今思いついたろ。うんうんって言ってる。うんうんうん。嘘、嘘ばっかり。フレッシュかニコ生をやめると。だからこんだけコメント拾わせといてもらってさ、それはまずいぞ。そうですよね。まあ見やすいですしね。この間のね、私の個人チャンネルのあのコメ欄荒らさないで頼むから、本当に。いやー、どうしようかね。いいね、 YouTube やめようぜっていう元も子もないコメントが。元も子もない。あ、ニコナ別にいらんてっていう。いやいや、まあ、だから、何書いてるの、また。100回は多分生公開収録だということです。ちょっと YouTube ライブかい。だからもういい、いい、何時がいい、あ、何時がいい、もう木曜日ですからね。木曜日だからね、木曜日やんだよね、確かね。20時ぐらいからがでもいいんじゃないですか。夜だろうね、やっぱり ね、うん、ピーン。痛いの。いや、痛くないですけど、このピーンっていうのが出てきちゃってね。そう、アホ毛ね、珍しい形のアホ毛ですね。いやいや、それ置いといて、何を遊んでいるんだ。こっちは真剣に話をしてるんで、今。そうだ、みんな何時がいい。そう、何時がいい。あ、でも20時、9時からがいい。9時。え、あの、何、延長でやるの考えて。あ、そう、もうさ、う、ね、もう今度さ、あの、新しく見つけたあの明太子食べ放題の店教えてあげるからさ。あら、楽させて、明太子マスターたちが。あ、来た、なんかまた、あ、偉い人が、偉い人が来ましたね。別のおっさんも来た。別のおっさん増えた。別のドスパラの偉い人登場しましたよ、今。いや、おっさんですよ。おっさんです。ツイッチ始める。ツイッチ始めるの字がちび点々で、ちょっと赤ちゃんみたいな。あのおっさんもね、あれなんですよ、あのカンコレのあのメンテが伸びたんで、ちょっと時間ができたの。時間、うんってやってる。そう、来てくれたんですね。そうなんですよ、うん、でも20時か21時が多そうですね。なるべく遅い方がいいような気がする。まあね。あ、20から21時で都内を予定しているらしいですよ。うん、おうおうおう。ね、
スタートはね、ま、たな何よカンペをやり取りしてるのか君らは。カンペの奪い合いが始まっている。おっさんたちがカンペをやり取りしている仲良く、ね、3時間くらいをやって、でも確かに1時間で終わるのは寂しいですよね。そうですよね、スペシャルですからね。そう、1周年記念なのにね、うん、あ、100回記念か、うんうん、ルフス、あ、読んじゃった、読んじゃったよこの人もうバカだな、もう身も蓋も、いや違う、決まってないんですよねそれが決まってない、はあ、超ブー、自宅からやるぞ俺も、あ、これは本当にやっちゃった、自宅配信するぞ、あ、うん、もうね、あ、暑いな、ここはカットで生放送怖い、あの今コメントからアイデアもらった、風雪のルフス、何ですか、いやいやいや、なんとなくかっこいい、いやいや本当に、はい、村井、え、おしゃれ、村井さんの撮影会、おしゃれ、もういくらでもいくらでもやってください、もう早着替えとかね、そう、ちゃんとあのちゃんとしたこういう服じゃない服着ていきます、そういう時は自分で言った今これね、何よりも楽、もうね、ペッて着たら終わりだから、裸と一緒よこんな楽さが、もう、ね、男の人はこういう服着れないから羨ましいと、羨ましいでしょ、そんなことないよ、着て歩いてる人いるよ本当ですか、うん、あの秋葉原とか結構いらっしゃるよ、本当ですか、うん、あのメイドの人、メイドの人っていう言い方おかしいけどメイドさんとかね、うん、あの男女入り混じってるよ本当に、マジマジそんなすごいですかね、そう、すごいよ、いやー、うん、いやでもちゃんとした服着ていきますよだからさお母さんにも失礼でしょ、いやでもこれもそう、ちゃんと一長羅です、数ある一長羅の中の一つです、あのね、一長羅は一長羅だから、一つだから一長羅なのよ、だから数ある一長羅頭がちょっと、いや疲れてるんだな村井さんもね、疲れてるんだきっと、だから今日ちょっと変なんだなやばい、もう本当に疲れてる人いるいやいや本当にね、そんな感じでございます、はい、というわけでですね、着々とね、ちょっと場所はまだね、運命のわからないんですけれども、ゲストね、ゲストさんも未定なんですけれども、都内のどこかで公開生放送100回目やると思いますので、ええ、場所はどこかわからないんですけど、皆さん来てください、もうさ、はい、そのカンペのやり取りやめなさい君らしかもなんか昔使ったカンペの上とか横に書くから、どこ読んでいいかし分かんないあのね、あなたたちがカンペを持つと嫌な予感しかしないのよ、本当に。何書き直すの書き直すあ、やばい、もうこれがついに大暴れを始めてるよ、どうなってんだろう、これだからお団子はな、難しいな、髪長い人ってラーメン食べるの大変だよね、あ、結びますね髪、お、ゲスト希望を1分間書き込んでください、書き込んでください、お願いします、お願いします、どうぞどうぞ、何が出るかな、何が出るかな、パラパパンパンパラパパンパンパン、 KTU 来ましたね、 KTU 言うなつな、ビル・ゲイツ、ビル・ゲイツ、コマナチン、コマナチン、ビル・ゲイツいいですねイーロン・マスク呼ぼうか、え、呼べるんですか、呼べるわけないじゃんもうビル・ゲイツ出たら誰でもいいっていう気になったそういうこと、そう、リサスーさん出ましたよ、またまた、なんてリサスーさん、そっちよりリアリティがあって無理だと思うわ、翼さん、うん、マライア・キャリー、 NVIDIA の川ちゃん、森健さん、ジェイソンファンと言ってください、今日は誰か来ます、誰か来るの、誰かは来るのね、うん、暇な人、暇な人って言ったね今ね、暇な人、本当にね、川ちゃんドスパラの社長ポンちゃんだって、ポンちゃん、うん、ポンちゃんコミュ障だからちょっと難しいと思います、ポンちゃんだからあのプロレスマスクでもかぶってもらってさ、いやポンちゃんマジで喋れないですよあの子、いやだから喋んなくていいんだよ、喋んなくていいんだ、あのほらあのあれ、なんだ、女子楽に出てきたあのマスクの人みたいにそういうポジションで立っててもらうだけ、うん、あ、ラーメン屋の店長ね、誰だ、どこのラーメン屋さんですか、いやいや俺の知り合いなんだあ、うん、小松さんね、うん、でもやっぱ加藤さん多いですね、ドスパラの社長多分嫌がると思うな、エイスースの会長はちょっとね、ちょっと
ちょっとまた難しい。スタッフ斉藤さんね。PTA のかくっちゃんの翔太、かっこペイピー覗く。変なおっさん、この間出たからいいじゃんもん。まあそんな感じでございまして。はい。はい、ということでですね、ゲストは誰かは来るそうです。誰かは来ます。はい、誰かは全く決まってない上に、内容も決まってない上に、場所も決まっています。場所決まってないんですよ。本当に。場所どこだろうな、都内のどっからしいんですけど、場所は決まってません。はい。都内某所です。はい、というわけでね、はい、変な汗かいたな。いや、まあそんな感じでございましてですね、もう疲れたおっさんだから30分で今日終わらせようっつったじゃん。ね、今日ガチ疲れですからね。まだメンテ終わってないんでしょ。まだメンテ、うん、カンコレの話はいいんですよ。あ、そうですか。今回ね、白梅雨が解任になるんですよ。うん、あら、そうなんですね。結構大型アップデートなんですか、今回。そうでもないんだけど、なんかね、あのフラッシュ版の最後の、あのこうなんていうの、あの買いに実装みたいになる予定なので、うんうんうん、あのできる限り入れます。なるほど。そう、楽しみでしょうがない。あ、メンテの画面見せてくれてますね。やめろやめろ、本番中や。中古でございましてですね、はい、疲れ切ったおっさん家に帰れるんだろうかと思いつつですね、うん、今回ですね、第96回シュウカイとスパー TV、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。97回も見てね。場所は決まってないよ。場所は決まってないよ、はい、みんな。場所は決まってないから。いい？場所はね、決まってないの。場所は絶対。